じゃあとりあえずじゃあそれではまた1分間来た1分間自己紹介タイムやっていきたいと思うので手前のはいあの皆さんご存知の通りああこれ入ってるね入ってるいや福岡じゃないんだけどまあ多分福岡だけでやろうと思ってまあ滑るのが目に見えたから東京から何人か呼んだんだろうなとまあ助けに来てあげたからね福岡のみんなは俺に感謝するようにありがとうございます皆さんあじゃあ続いての方1分間どうぞ、佐賀県唐津市からエルブランツというクルーでヒップホップやってますシオンです、ここにねどんな人が何年ぐらいヒップホップやってるとか全然わかんないやつらばっかなんですけど俺マジで青春も全部時間もお金もヒップホップだけにかけてここまで来てるんで俺の人生はヒップホップなしでは語れないんで全員ぶっ飛ばしてやろうと思いますお願いしますいいね例えば伊原からなんか戦いたいとかあるよあ、マイク誰とやりたいって言われても知らんいやまあそうね誰もじゃあビジュアルあいい来た来た来たおーおー行こう行こう確かにでもさっきああいいよ G コングさんは知ってるんですよ俺うんでもそれ以外知らないから別にやるんだったら誰じゃあやりましょうそうですねおーじゃあそこ今から試合してもらっていいですかお願いしますじゃあ MC シオンと伊原亮で戦後高校を決めるじゃんけんをお願いいたしますじゃんけんポンあいこでしょあいこでしょがいいじゃあ、うん、じゃあ先行でおおいえいえお二人とも準備はよろしいでしょうかおここでまた伊原のラップバトルが見れるおもろいよねうまいしね、意外とやろうやそれでは参りますビート先チェックしないのもう流れたまんま流れたまんまで、まあ、今のところはその状態で流れたまんまで OKOKそれでは先行伊原レオ高校 MC シオン DJ ユーノーカムステイあーよー知らない奴に言うことないこれは予選 Do or die することないけど全く興味はないあお前とこの誰か知らんけどラップをゆるくやってる流してる YouTube いろんなことを吸収しながらいるのは九州つまりここなら福岡服をかけするとかマジ滑るから本当にやめとけってな何バースやんのこれ何小説やんのって小説やり込んでるいろんなラップを聴いてるあ何回やっても一緒だぜ俺の頭の中真っ白のままやりに来たぜ今日は新品ナイキ履いてたカメラ越しにピッチにハイチーズ楽しんでるぜお前とは違うこの楽しみ方楽しんだもん勝ち楽しんだ俺が勝つのは分かっとうやろお前新品のナイキI just do it という快楽主義ごめんどうぞあのでもいや俺やっちゃうわ楽しいからやっていく自分のバースにしてやっていくハッピーバースデーハッピーバースデーいろんなやつを励まして羽ばたいてまだまだバタフライ全然何にも感じない俺がヒップホップでお前何なの J-POP?一個警告 Are you ready? OK スキルは OK ヒップホップ使ってオセレブな方へガスガス来るだけ何にも感じねお前ただ日本語でラップしてるだけ俺はただ日本でヒップホップで生きてんだお前と違う楽このためにこのためにかけた時間と愛が違えんだ分かれやろお客さんレボレボ上げるだけやってきたここまで、うん、ブンブンブン飛ばした車スクスクスクありえないぐらいのハイやってる白い粉じゃない白いエアフォースワンで飛ばしてきたぶっ飛べるとこまでお前はここまでナイキはエアフォースワンつまりワネリレッツゲリゲリ終了8小節2段なんでここで終了です、はい、ということで、今の方の審査に入りたいと思います片方にどっちか片方に手を挙げて声出してくださいそれでは先行伊原が勝ったと思う方シオンです。ここ MC シオンが勝ったと思う方。ハンズアもう一度ですか。どっちかの方に手を挙げてもらっていいですか。先行伊原が勝ったと思う方。ここシオンが勝ったと思う方。俺しかおらん。
勝者しよう。よし次行こう。もう喋らんでいいよ。はい。はい、まあ今回あのマイク奪うかっただけ偉いよ、うん。マイク奪うんじゃないかなと思ってたから。さあ。続いてのモンスターを呼びたいと思うんですけども、なんと続いてのモンスターはすごいですよ。あの僕の同じ中学校の先輩です。これ誰も実は本当に知らないですけど、はい。あのまさかのね。はい。まさか。じゃあとりあえず呼び込みますか。はい。君から。それでは呼び込みたいと思います。先輩でもあるってことですか。系列的にそうだね。そういう。これヒップホップ界でもかなり。有名な、はい、やばいモンスターです。本当にこういう大会には多分出ないイメージの出ないですね、はい、もう全くもっと出ないですね、はい、でもたまたま同じ中学校だったんで無理ってさっき楽屋でお話伺って、はい、まあ、その縁があるから出ようかなって思ってきました。優しい言ってました。ありがとうございます。さすがです。それでは紹介したいと思います。ヒップホップモンスターレイダー。天井万博お邪魔します。上がっていきましょう。もうちょうど僕と2校目の先輩なんで同じ時に中学校行ってました。はい。しかも昨日行われた九州で一番でかい MC バトルで準優勝果たすぐらい準優勝めちゃくちゃすごいラッパーさんです。はい、お願いします。同じ稽古中としておかしいです。そしてあのレペゼン最近見てる人は知ってるかもしれないですけど、あのこの前のオーディションに出てたあの水崎くん、あの反射って言ってた水崎くんいるじゃないですか、と同じあの台でちょっと一時だけ相方だったってことさっき聞いたんですけど、そうそう最初にラップした相棒が大事 AK 水崎くん。で何歳頃くらいの時ですか。16とかかな。あ、じゃあ本当に高校生の時よ。なるほどなるほど。いや今日はこんな大会に来てくれてありがとうございます。お願いします。嬉しいです。ということで、まあもう強さで言うともう間違いないですからね。いやヘビー級ですよ。ヘビー級ですよ。間違いなくヘビー級です。さあ、そんなレイラムさんの対戦相手を呼び込みたいと思います。おこれすごい。さあ、それではで、ね、じゃあ呼びたいと思います。チャレンジャーしよう。しよう。昨日のバトルでもいい感じでしょ。はい、それではステージの上にお上がりください。じゃあしよう君もちょっとあのぜひあの自己紹介とかあればお願いいたします。佐賀県唐津市でヒップホップしてます。エルブランツというグループでやってますシオンです。昨日と一緒で今日も楽しみに来て楽しんだもん勝ちだと思ってるんでやっちゃいます。よろしくお願いいたします。でも昨日のオーディションでもコメント欄でもシオン君出してって多かったです。おお、じゃあこれめちゃめちゃいい試合になりそうな予感がありますね。さあそれではじゃあ早速試合の方に行きたいと思います。レイラムシオンのバトルのビートを聞かせてください。ディジョユーロワーワーいいおしゃれてる。イエイイエイ。それでは先攻後攻を決めるじゃんけんをお願いいたします。後攻で。はい、それでは先攻がレイナム、後攻がシオンとなりました。ルールは8小節の変わらず3ターンでいきたいと思います。それでは準備はよろしいでしょうか。先攻レイナム、後攻シオン、8小節3ターン、レディー。いや譲ったのにじゃんけん勝って結局高校取るんか。お前の頭の中理解不能、自分だけ楽しんでもそれ炎上にはなりません。自分が納得できてもみんな納得させないと結局は二流、癒やしでその下まだファキ三流。理解不能でも弾くポップコーン、こっちとら LP のドッグフォーン、かましに来てる分からないやつにも分からせる、これがヒップホップだろう。じゃんけんあえてやったのは俺は運命に身を委ねるだけ、そのためにやった。言いたいことあんなら言っときない今のうち。じゃあ運命のせいに全て何でも
してから何もせず行動も起こさない。それもお前そのまま行くのか。俺は真逆のスピードだ、yeah、決められた運命とか定めとかマジで全く無視だぜ。俺はここまで来てマイク持って自分の景色を変えに来た。ただそれだけ。自分の景色を変えに来てる。それは同じだってみんなわかる。変える気あるから運命が、yeah、間違ったまあいいや。運命がどうのこうのじゃない。俺は自分で切り開くため来てる。ここ本当の男なるためここにあげに来てるぜ。本当の男になるためにここに立つには準備が足りてねえもよ。雨足元悪い中みんな集まったんだから決めなかよ。男がスタルだろエルプランツ。俺はルードでチェックしてるよ。なんだってスタブパックスポンサーだ。 SNS より地元の評判昔から知ってるぜ。レイダウンさんあんたにはリスペクト。グループの具の字もねえやつにはグーの根も出ねえがあんたにはリスペクト。送った上でそれを超える運命を変えるのも俺次第。この時代に追いつくかはどうかお前ら次第。俺次第全部変える。シュルー最高ロー。いや熱いですね。熱いな。エグすぎる。いかがだったでしょうか、脇さん。いや、レイダムさんめちゃくちゃかっこよくてビビりました、マジで。超かっこよかったです。ありがとうございます。どうですか、木本くん。いや、同じ中学校として誇らしいです。はい。あの、次、なんか怖い人に絡まれたら、でも俺、あのレイダムさんの後輩だしって、はい。ヒップホップ関係で怒られたら、もうレイダムさんの名前を使ってどうにかしようと決めました。めちゃくちゃ迷惑なんだよ。確かに。はい、それでは判定の方に移りたいと思います。青コーナーがレイダム、赤の札がシオンになります。それでは行きましょう。レディージャッジ。青青青勝者レイダム。ジャッジも大きなトゥー。シオン君何かしたことありましたら、僕、まあ、言い訳じゃないですけど普段フリースタイルとか全くやんなくて曲ばっか作ってるんで曲はマジでかっけえんで全員チェックしてください。マジでよろしくお願いします。非常に大きな拍手。ピース。もう見た目で言うと一番バチバチなヒップホップのザ、うん、みたいな感じです。一番怖いです、ね。一番怖い。はい。